はい、ミシンチャンネルのミシンです。というわけで今回もやっていきましょう。わがままハイペック OC ゆかり先生ルート。はい前回ね、漫画のことがバレたりで、定額くらって奉仕活動に勤しんだりと、いろいろありましたが、ラストで、先生にお弁当を作ってあげるということになりましたが、いやどうなるんでしょうね、この二人なあなあで進んでいくのか、それともきっかけがね、ドンとあって一気にね、関係が進むのか、どうなるのか、ちょっとね、楽しみにしつつ、今回もね、やっていきましょうか。じゃあ早速今回もレッツゴー。起立礼で始まるおなじみの朝。朝のホームルームから1時間目が始まるまでの短い時間に用を済ませようと、過去文字通りの意味、何人かの生徒が早足で教室を出ていく。先生。いや、なんだ、いきなり声をかけるな。変な声が出ただろ。やばいな、どんどん可愛くなって普通に前から行って声をかけましたが。なんだ、定額になった腹いせにお礼参りか。両塾助教下の展開になるなら手伝うぞ。ていうか、なるみってなんで定額になったの？アルバイトがバレたって聞いたけど。バレるとまずいアルバイトって何？まさかホストとか夜のお仕事系？マジで？女の子とキャッキャしてお金もらってるとか、羨まけしからん！ずるいぞ！俺にも紹介しろ！さすがに後ろが気になる。手短に済ませるか。昼なんですが、どうしましょうか。バカ、場所を考えろ。遠回しに言いましたよね。無理だ、無理、一緒にとか本当にダメだから。はあ、とにかくあれは生徒会室に置いておきますね。お前、そんな秘密の暗号みたいな考えすぎってこともないんだろうか。なんて言ってた？例の物はどこそこにみたいな話だったような。多分賄賂だと思う。クズども黙れ。思った以上に怒られた。どもって言ったよね。もしかして私も入ってる？まあいい、それについてはナルミに任せる。もういいな。先生、出席簿忘れていったけど、声かけなくていいの？出るときドアにつまずいてたしね。あんなにバタバタなところを見せられると、こっちまで緊張してくる。弁当をちゃんと口に合うだろうか。漫画で見た通りか。やっぱりああいうこわもての先生に弱みを握られると、性のはけ口にされちゃうってわけ。エロ漫画の知識を学園に持ち込むのはやめろ。あの目線、シグナルは受け取ったけど、具体的にこの放課後はどう動けばいいんだろうか。こうしててもなんだし、教室は出るか。イギ！化け物でも見たような悲鳴とは失礼しちゃうね。教室のドアを開けてすぐのところに立っていたトアが億劫そうに鼻息を漏らす。どこかの誰かが定額処分とか受けたせいで生徒会がバタバタしてるから、今日は素直に連行されてもらうよ。らしくない前向きさだな。板挟みってやつでね。復帰したくせにお兄ちゃんが生徒会室に寄りつかないから、お兄ちゃんを出せの大合唱だよ。そうか、ついに俺にもモテ期来ちゃったか。そういえば昨日のボランティア活動の内容も生徒会で共有するんだったっけ。生徒会室で待ってれば先生も見つけやすそうだし。了解、行くか。ところで今日のお弁当はまあまあだったね。トアが素直に褒めてくれるなんて、
どういう風の吹き回しだ？別に。コウキくん、ダメだったら、こんなところで見つかっちゃうよ。我慢できないんですよ。限界なんです。強引すぎちゃうよ。そんなに情熱的に迫られたら。会長には迷惑かけません。俺を信じて。もうこんなにたくさん、コウキくんったら元気すぎちゃうよ。な、いかがわしい声を垂れ流してるんじゃねえぞ小僧どもが。定額開けたそばからそんなことで。何してるんだ。何って漫画の意見をもらおうかと。最近あまりこういう話ができてなかったので。こんなにストックを用意してるなんてびっくりだよ。ほんとコウキくんはバイタリティあるよね。ネタのストックが無軌道に書かれたコピー用紙の束に指で触れながら、どうしてもアナログに走ってしまうのは悪い性分だ。脅かすな。たく、お前ってやつは。どんな勘違いをしたのかは想像つきますけど、こんな昼間から、しかも生徒会室ですよ。ゆかり先生が過剰なんですっては。うん、想像って。お兄ちゃんはアホだから黙って漫画でも読んでればいいよ。この疎外感、一瞬回って癖になりそうだ。だいたい昨日からゆかりは何をちょろちょろしてるのさ。相手は先生よ。ただの先生にしては過干渉というか、なんか怪しいんだよね。目の前の攻防を全く理解できてない。先生は一体何に追い詰められて後ずさってるんだ。それでゆかりは何しに来たの。なもんは あれだ、聞いてないのか。なるみにはボランティア活動をさせなきゃいけなくてだな。わざわざ見張らなくても結果報告でいいでしょ。生徒会活動もあるんだし。漫画描いてたんだろ。じゃあ漫画は一旦やめさせるし、生徒会で仕事は手伝うから、今日のお兄ちゃんのボランティア活動のスケジュールだけ教えてよ。な、何が言いたい。さあ、ところでお弁当なかなかだったよね。なるみ、お弁当。何を言ってるのか意味がわからん。弁当？さっぱりだな。どこの言葉だ。なんでしらばっくれるんですか。とわにも同じ弁当を持たせたんですから、そりゃあ。わーわーわー、コウキくん。職員会議があるんだった。恐ろしく早い首都、私じゃなきゃ見逃しちゃうね。今一瞬意識飛んでたな。活動はちゃんとやっておけよ。私は一人の生徒に構ってるほど暇じゃないからな。おっと、そうはいきませんよ。鍵をかけさせてもらいました。私の許可なしにこの部屋から出られると思わないことですね。ミアセ、さっき俺が手刀で落とされる姿を見てただろうに、なんて勇気ある厄介者だ。ドアを背に当選簿する見広を前に、先生は迷いをにじませる。お、体罰かな。スマホを構えるな。え、何これ、どういう状況。全然つかめないんだけど。そして兄への体罰はどうしてスルーしたんだ妹よ。先輩も知ってるじゃないですか、トアが超度級の甘えん坊だってこと。ミヒロ、シャラップ。間をつく俺をよそに、ミヒロが先生の背中に回ってソファーまで連行し、肩を押さえつけるようにして座らせる。モヤモヤはすっきりさせなきゃね。ではこれより査問会を始めます。ん？
リオは私たちに説明することは何もないと。過剰ですね。くどいぞ。私は教師としての職務を果たしているだけだ。苦しい言い訳だね。知ってるよ、お兄ちゃんを横目に今だってムラムラ勃起してるってこと。私のどこが何してるって。サモン会が始まってそこそこ時間が経っても何が論点なのかが相変わらずさっぱりだ。会長、これ止めないでいいんでしょうか。もうちょっと見ようか。みんなが少しずつ、いつものみんなじゃない。情報を精査すればおのずと答えは出てくるんだよ。言い逃れの余地があるなんて思わないことだね。アーシェさん、なんかここしばらくずっとなんか食ってない？おやつにしか興味がなさそうな桜木に一番シンパシーを感じる。まさかゆかり先生が一周回ってちょっと可愛いって話にすらなりましたよ。先入観だね。元ヤンって生き物はさっさとやることやって子供の襟足を伸ばすことを楽しみに余生を過ごすものだと思ってたのに。お前ら、あまり調子に乗ると後悔することになるぞ。やれやれ、そんなはしたない父を持ちながらどうしてそこまでうぶくこじれちゃったんだか。伝説の武闘派レディースチーム、トラブルの初代総長ともあろう方がね。どこで調べた？本気を出した私の情報収集能力を甘く見てもらっちゃ困るよ。ポロリとかしょっちゅうありそうなチーム名のくせに恋愛禁止が鉄の掟の硬派なチームだったそうで、あの人はかっこ総長、本当に男寄せつけねえのな、引くわみたいな陰口にもめげることなく硬派を貫かれたんですよね。私が言い出したことだ。半端なんてありえない。ゆかり先生の総長引退後に速攻でチームは解散して男の暴走族チームと合流したのがオチという。一代限りか。そりゃ伝説になるわ。ほっとけ。個人情報に切り込んでる節があるんですが、そろそろ止めた方がいいですかね。かもね。やはり会長も先生の目に浮かんだ涙に気づいたか。自覚があるんじゃないですか。今回の騒動はゆかり先生の度を越したウブが招いたものです。免疫がないまま年を取っちゃうと男も女も変わらないね。ちょっと優しくされるとすぐ好きになっちゃうみたいな。バカにするな。ん？好き？案外早く折れたね。もうちょっと手強いかと思って張り切った分だけ気まずいっていうか、敗北を知りたいっていうか。もう二人ともダメだよ。先生は繊細なんだから反省して。ちょっぴり分かりづらかったかな。先生と繊細が。バカにするな、バカにするな、バカにするな。バカにはしてないって。むしろちょっと引いちゃうっていうか気まずくなってるだけだから。節目がちになるな、目を合わせろ。くそ、免疫がないまま年を取った地雷女だと。そんなの自分でも。じゃない、今のはなしだ。私だって男くらい。先生、その辺で。お前らも。私だってじっこしゃぶったことくらいあるんだからな。なんでいきなり倒れたのよ、なるみくん。それを聞いてしまった両耳の鼓膜を破ってしまいたいとすら思った。なんなら今日一日の記憶を抹消したいと。この前のこと覚えてるじゃん。さっきのゲッがとどめだ。そうなると今までしらばっくれてた態度とか昨日のボランティア活動とかいろいろと。免疫がないまま年を取っちゃうと
男も女も変わらないね。ちょっと優しくされるとすぐ好きになっちゃうみたいな。なに、はたからは先生が俺のことバリバリ意識してるように見えてたってこと？あ、言っちゃいましたね、ズバッと。お前は全然気づいて、バカな、何をバカなことを言ってやがる。あれだ、バカか先生。来るな。ソファーを仰向けにひっくり返す勢いで逃げた先生がそのまま後ずさる。知らん、私はそんなんじゃない。私は何にも知らないんだから。先生、悪趣味よ。まさかあんなに豆腐メンタルだったとは。今回は作戦を間違えたね。先輩追いかけて行っちゃったけど。お兄ちゃんに任せとけばフォローするでしょ。じゃなくて、この私の目が黒いうちはお兄ちゃんに近づかせない大作戦。このままだと逆効果になるんじゃ。